はい、今回はマスターズ3日目の結果について語っていきたいと思います。3日目は悪天候で中断となり、最終日に3日目の残りのプレーと最終日18ホールのプレーを行う流れとなっています。早速注目となる松山英樹選手についてですが、70の2アンダー、通算5アンダーという結果となっています。1番ホールではティーショットを右に曲げてしまい、2打目はバンカーへ、バンカーショットを寄せきれずボギー発進となります。2番ホールパー5ではパーオンとなるものの、まさかの4パットとなってしまい痛恨のダブルボギー。8番ホールパー5では3打目をピンそばにつけてバーディーで取り戻していきます。前半は2オーバーの38で折り返していきます。後半10番ホールでは2打目をチャンスにつけて微妙な距離のパットを沈めてバーディー。12番ホールパー3では中断前に打ったティーショットがピンそばにつけていたのですが、最終日の再開後はしっかりパットを決めてバーディー。13番ホールパー5では3打目がバックスピンでピタリと止まりピンそばにつけてバーディー。15番ホールパー5では3打目をバックスピンで戻しつつ、傾斜をうまく使ってピンそばにつけてバーディーとなります。5バーディー1ボギー1ダブルボギーというプレー内容でした。初日2日目とゴルフの内容は良かったように見えたのですが、惜しいプレーが多く、チャンスを決めきれない場面がとても多かった感じです。さらに3日目は大雨で気温も冷え込む中でのプレーとなった影響もあるのか、ボギーとダブルボギーが連続で出てしまいます。松山英樹選手の場合、気温が冷え込んでしまうと体の痛みなどの怪我の再発も心配されていたのですが、3日目にプレー中断となったのが功を奏したのか、最終日に3日目の残りのプレーを再開後、これまで噛み合わなかったゴルフが一気に噛み合い、バーディーを量産していく流れとなりました。2021年に優勝した時のプレーを思い出させてくれるような雰囲気がありましたね。さらには最終18番ホールでは2打目をグリーン右側のバンカーに入れてしまい、バンカーショットも微妙な距離が残ってしまったのですが、少し長めのパットをしっかり決めてパーセーブとしているので粘り強さも出てきている感じです。トップとの差はまだ大きいですが、もしかしたらという可能性を思わせてくれる期待感も芽生えてきます。3日目のプレーはまだ続いている状況ですが、最終日は引き続きバーディーを量産してスコアを伸ばしていってほしいですね。はい、今回はマスターズ3日目の結果について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。